どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。森カス復権帰ってきました。僕たちの森カスがな皆様、森カスという言葉ご存知でしょうか。デュエルリンクスの歴史でもやりましたけども、森カスというね、あのシンラというデッキですね、これいつだったかわかんないんですけども、ほんとずっと前の KC カップで活躍したその環境デッキ、過去のね環境デッキ、今まではですね、このシンラの水先リーフというね、このモンスターがリミットを2だっけに指定されていたんで、そのバララバーとの併用が難しくなったりとかしてたんですけども、リーフがなんと釈放、仮釈放じゃないですよ、多分これ完全なる釈放です、これ今回は、されましてですね、リミットが解除されました。つまりですね、森カスが帰ってきたんですよ。森カス帰ってくるということで、森カスっていう言い方がね、これなんでカスって言われてるかっていうと、強いからなんですよ。強いから、強かったから。やっぱなんとかソラカスとか、森カスとか、花カスとか、なんか強くてうざい、デッキで、大体カスってつくんですよね。デュエルリンクスミンっていうのはもうすぐカスをつけたがる。最初つけたのが誰かっていう話もあるんだけども、このシンラというこの、過去の環境デッキがまたこのもう今何年ですか、2019年になって使えると、2年前とかなんじゃないかな、2年前ぐらいなんじゃないかな、これ本当にくらいのなんか感覚ですけども、これが使えるってのは嬉しいですね。非常に嬉しい。今日はこの帰ってきた森カスをね、使っていく、そんなデッキになっております。ギミックとしてはもう知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、森カスがどういうデッキなのかっていうのは、デッキのトップをですね、めくるんですね。で、植物族だったら墓地に送りますよと。で、墓地に送られると効果で、効果発揮するよっていうモンスターがいっぱいいて、例えばキノコだったらなんかその魔法トラップ破壊するとか、このリーグだったら、モンスター破壊するとか、そういうね、あとバララバだったら、除外してなんか手札から植物族なんでも特殊ができたりとか、人参だったらなんかフィールドのなんか表側の、フィールドか手札のなんか表側の植物を墓地ってなんか特殊ができるとか、いろいろあるんですけども、あとスポアもありますよね、今ね。このね、昔になかったギミックとしてはやっぱスポアっていうのシンクロの、素材かわいいですね、スポア。このモンスターがいるんでシンクロができるんですよね。これが強い、今までの、モリカスとは違うところですね。で、お祈りーフっていうことを皆さんご存知でしょうか。お祈りーフ、リーフを召喚してデッキトップ2枚送れるんですよ、召喚成功すると。で、ここでそのデッキトップをなんかよくわかんないけど、とりあえず落としてなんかリーフでリーフ落としてやったーみたいな、これがね、お祈りーフっていうんですけども、これがね帰ってきたんですよめちゃくちゃいい、楽しいね。で、ギミック、そのしっかりめには弱いんだけど、まだまだ正直もう今の環境的に太刀打ちできないみたいなところあるよ。ぶっちゃけね、効果解できないとかいろいろあるけども、今日はですね、そんなね、愛すべき、シンラを一夜限り、一夜限りじゃないけど復活させようかなというギミックですわ。で、過去の環境的にも入ったかなと思うんですけども、スナイプストーカー、手札から捨てられるから、この辺のね、この辺のモンスターとか捨てたりとかできるし、やっぱ宇宙一強いのは、あれなんですよ、雑貨商人なんですよ。雑貨商人で、先行セットして、で、もうひたすら全部落として、全部落としてこれ引いて、強植物の花引いて、で、開始のターンで暴れ回ってめっちゃ展開して強植物でワンキルっていうのがほんと宇宙一強いんで、これちょっとやりすぎ感ありますよね。宇宙一強いムーブは、動画としてはやらざるを得ないと。いうことで今日は雑貨商人とキノコ、葉っぱ、これでね、ワンキルを取っていきましょう。懐かしいですね。スキルはね、粉砕じゃなくても別にいいです。これ別に粉砕である必要ない。もうなんなら根性にして根性シーナー復活みたいなことしてもいいと思う。はい。ということで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、クノーステムニッチ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、キノコセット、阪神。これ懐かしくない?このムーブめっちゃ懐かしいわ。やばいな、これ。このムーブ懐かしすぎだろう。昔はね、このキノコセットがなんか本当に最前線なのかみたいな話があって、キノコじゃなくてここだからバラをセットした方がなんかその破壊されるから、だからバラセットが正解みたい な、そういういろんな、あ、ギフトでキノコリバース、そういうね議論があったんですよ。なんか人参セットが最適かみたいなね。バラ、よし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 
いやーじゃあ強いやっけ、なかなか。おっとこれはオーク発動してでってですね、これはだからキノコ、キノコでいいんですね。キノコをデッキトップに持ってきて、でストール効果発動して、で魔法罠カード破壊しますよ懐かしい、クソ懐かしい、やべえわこれ、これ1の時代のデュエル、これ1のデュエルで、あなるほど、ですね、キノコ、人参、キノコ、人参、キノコ今日の晩ご飯はカレーかな。そして、バラナバーの効果発動、バラナバーの効果によって手札よりトラップカードの効果全く受けない植物モンスター一体を特殊召喚するぜ。そしておっさん効果発動、おっさんの効果によってさっき仕込んでおいたキノコが落ちるぜ、人参も落ちるぜあ強い強い強いよ強いよ強いよ先生。人参の効果発動人参の効果やってフィールド上でなんか無防備になったキノコをリリース、これ懐かしいわ、この動き懐かしいわ、このなんかおしゃれムーブ。ですね、そして、リーフ召喚、リーフ効果はっ、まあもう何もいないんだけども打点を増やすという意味でね、はいはい、ありがとうございます、スキル発動します、粉砕でーす、ありがとうございます対戦ありがとうございました、これぞモリカス、グッド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 。さあお相手の方ハゲですね、よろしくお願いします、デュエル3倍。さあなかなか手札はそこそこいいぞ、あとは相手のデッキが、おモンさんがいない、モンさんがいない、なるほど。これはですね、じゃあ上振れを狙いまして、雑貨商人セット雑貨マジ宇宙やから、雑貨ほんま宇宙やから、あの雑貨があの魔法カードね、あの強植物の氾濫がデッキの底にあればもうマジ勝ちやから、なるほど、妖精獣ですね。で、辻切り風の効果によって打点がアップする、で25になってリバースする、で雑貨商人でいけいけいけ、よしよしよし、いけ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 、キノコ全部落ちろ、いやオッケー、ナイス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 ナイこれ多くで多く戻しちゃったらいいんじゃないか。あ、でもあれか、魔法トラップあるからキノコは戻しちゃいけないか、キノコ戻しちゃいけない、あ、でもレギアが落ちてるか、レギア落ちてる、あ、なるほど、レギア落ちてるんだったら、まあ、とりあえずキノコ戻すじゃないですか。で、多くの効果で多くでですね、多くで多くを戻すじゃないですか。で、レギアの効果で、あ、ストロの効果先ね、オッケー長いです、いやー、モリカス投げー、リーフの効果発動、どっちだっけ今、こっちか、破壊、こっち破壊すればいいんだな、ストーンの効果発動、あー、チェーンが5まで伸びました、これがモリカスですよしよしよし。で、引きたいのがオークやから、あ、なるほどね、スポアも落ちると、これはありがたい、ありがとう。で、こうしてこうしてこうでいいんじゃないでしょうかねドローして、で、仕込んでおいたオークが来るから、バララバーの効果発動、バララバーの効果によってトラップカードを全く受け付けない最強のおっさんを、最強のジジイを特殊召喚、ジジイ効果、さあどうしますか、何ですかそのトラップカードは、わかりませんけども聞きませんからね、もうさあデッキトップ3枚墓地に送ります、はっはっはぁはぁ強すぎー、強すぎ強すぎ、はい、オッケー。で、ポチの人参発動モリカス強すぎ、このムーブできるモリカス最強やろ。スコアですか、スコアはいらないですよね、もうこうしてみましょうか、こういきましょうか。で、そして超高打点ジジイを見せよう、超高打点ジジイ、ダメージステップ自分ダメしてよろしいか、強植物の反乱発動
さあ、お相手の方、エルカイザー陽さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやー、森カス楽しいね。まあ、しっかりめに弱いけどね。デッキのオチ弱すぎて、マジで、なんもできんみたいなことあるけどね、結構。まあ、これは結構強いですね、手札的には。あ、なるほど。お、なんだ、ナメプか。てめえ、こっちがシーナだからって、なんもできんと思って。くそー、なんもできんけどな。マジで、高校なんもできないですよね。高校でワンキルするデッキじゃないんで、基本的には。サイバルデッキ救助サポート、やば。サツやばいやん。実はデッキか違うか、なんこれサイバードラゴン、あ、なるほどね、ドライね、はい、ドライの効果でレベル5になるよ。やったな、サイバードラゴンノバか。お、やべえ、ゴンジ来た。やばい、これあれがインスタントフュージョンからのサイバードラゴンノバ。あ、サイバーリュフオーディ、はい、融合、なるほど、融合で、あ、エンドか、エンドやべえな、エンドやべえ、エンドはやばい。ちょっと待って、サイバーツインやったら止まる。サイバーツインにして、あ、無理か、なんとかなんねえわ。あ、なんとかなるわ。で、サイバーエンド、まあ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 、それはまあ問題ないですよ。まあ、サイバーエンドはギリギリ大丈夫。ギリいける。あとはね、あのね、あの、殺意に満ち満ちた、あの、速攻法さえなければね、なんとかなるんですけど、いやー、ちょっと待ってくださいね。そこまでは OK です。そこまでは OK です。お立ち攻撃しよう。うわ、なんかあるやん。なんかあり、やめて、リバースさせて、リバース効果、ダーン、くそったれー。